クルルギスザクが最初に命を奪ったのは、実の父親の命だった。父殺しの影は彼の胸に突き刺さり、彼に宿る呪いとなった。イレブンでありながら、ブリタニアの騎士となった彼は、裏切り者と呼ばれ、偽善者と呼ばれ、それでも戦場に立つ。まだ誰も見たことのない理想郷を求めて。ランスロット、発進します。グレン錦、出る。ガウェイン、発進だ。各機とも速やかに行動せよ。スピードと正確さがこの作戦の鍵だ。結論として言うわ。レイドゼロはロードじゃなかった。つまり、ロードを殺せるのはロードのみという原則が通用しないのよ。レイドゼロがすぐに復活した件、それについてはゼロから。遺跡内部をスキャンしたデータをドリードシステムで解析した結果、興味深いことが分かった。レイドゼロは極小サイズの機構、つまりナノマシンの軍隊で作られている。古代遺跡が未だに綺麗なのは、砂粒のような極小機構が保守しているからだって聞いたことがあるわ。その解釈でいいだろう。極小機構が集まって粘土のように形作ったのがレイドゼロという人形だ。そして内部の AI 本体は常にバックアップが用意されている。どれだけあの人形を破壊しようと、同じものがバックアップから再生されるというわけだ。なら、レイドゼロを破壊する方法は？バックアップの記憶装置は遺跡内の5箇所に分配配置されている。その5箇所を戦闘開始直前に爆弾を仕掛けて同時に破壊する。そうすればレイドゼロが再生されることはない。あの数の機構の目を盗んで爆弾を設置か。難易度の高いミッションだな。ああ、しかし時間をかければかけるほど敵の戦力は際限なく増大する。時間をかけるほどこちらが不利になるな。ディアナ王女、あなたが指揮官だ。我々の命を預けよう。もう後戻りはできない。よし、こちらはあと一つだ。では次のポイントに移動する。こちらランスロット、クルルギスザクだ。設置作業は間もなく完了する。ご苦労、クルルギ。ゼロ、少し話がある。いいか。レイドゼロのことだな。ああ、ディアナ王女は言っていた。レイドゼロはロードではないと。その通りだ。レイドゼロを倒してもおそらく元の世界には帰れないだろう。やはりそうか。僕たちをこの世界に引き込んだ者は別にいる。どうした？だったらレイドゼロを撃つのをやめるのか？そうじゃない。昨夜僕は様々な使い魔たちと話をした。赤いドラゴンにオートマタ、お話の主人公たちにバルキリー、彼らもまた自分の世界でやるべきことがあるのにこの世界に引きずり込まれた存在だ。彼らからディアナ王女に力を貸している理由を聞いた。だから自分にも問いかけた。この世界の行く末に責任を取れない人間がこの世界の戦いに加わるのは正しいことなのか。だろう。君も同じか。ああ、本来ならば我々はこの世界に関わるべきではない。しかし我々には目的がある。そうだ、元の世界に帰るためだ。僕には元の世界でやらねばならないことがある。ふん、勝手に呼ばれたんだ。多少のわがままは許されるだろうさ。ユフィやナナリ、アシュフォード学園のみんな、それにルルージュ。僕の居場所を作ってくれたみんなのもとに必ず帰る。そのためならばディアナの使い魔となり異世界の戦場に立つことに迷いはない。安心した、これで背中を預けられる。この世界にいる間は少なくともね。さあ、設置作業完了だ。作戦を開始する。起爆。成功だ。遺跡の記憶装置すべての爆破を確認。ディアナ王女、指揮を。全員遺跡へ突入。目標はレイドゼロを破壊すること。
のは何？あれはハドロン砲。やはり前回の戦闘でデータを取られていたようだな。脆弱で愚かな者たちよ、もはや貴様たちに用はない。チリアクタと消えるがいい。敵のガベインはビームの収束に成功しているみたいだ。面白い。しかしこうも立て続けにサルマネされては飽きてしまうな。偽物にはそろそろご退場いただこう。スザク、俺も同じだ。元の世界に帰るんだ。妹のナナニが待つあの世界に。そのためにも俺はこの異世界の戦場で勝たねばならない。ディアナ王女、これで偽物との戦いは終わりにしよう。分かったわ、みんなの力を貸して。我が声に応えよ。気づけまい。この世界は無限の牢獄、永遠の檻。未来など最初からない。あるのは絶えることのない消失のみ、繰り返される敗北の物語。誰が救う、誰が悟す。この世界の扉を開けるには私が必要。私は、私は、エラー発生。バックアップファイルが存在しません。エラー発生。バックアップファイルが存在しません。エラー発生。エラー発生。終わった。まずい。遺跡が崩壊する。全員脱出。出口、急いで！早く！
ナ王女。スザク、ディアナ王女をそのまま抱えろ。シズ、ランスロットごと抱えて止め。だからお前は人使いが荒いな。まったく、この巨体で瓦礫を避けながら飛ぶ身にもなってくれ。信頼しているぞ、C2。この男はこういう時だけ。スザク、ゼロ。あいつはどういう意味で言ったのかしら。この世界が檻だって、未来はないって。もしかすると彼は本当に。どの道我々にそれを知る術はないさ。奴は人間すべてを滅ぼすつもりだった。確かにそうね。ひょっとすると異世界から使い魔を呼び寄せている原因が分かったかもしれない。ほう、私もさっきの戦闘で見当がついたぞ。ああ、おそらく同じ推察に至ったな。どういうこと？本人だけが分かっていないとはな。原因は、ディアナ王女、あなただ。まさか。勘違いしないでほしい。あなたが自ら異世界から誰かを連れてきているという意味じゃない。頂上の何者かが、あなたを助けるために、異世界との扉を開いている。そう考えると辻褄が合うのさ。そもそもこの広い世界で私たちが出会える確率がどれほどあると思う？きっとその存在はあなたのことが好きなんだろうね。あなたが必要とする存在を的確に送り込んでいる。元いた世界ではバラバラだった我々が丁寧にナイトメアまでつけて送り込まれたのがその証拠だろう。そんな、だとしたら私はあなた方に何と言って詫びれば。謝る必要はないよ。これはおそらく必然なんだ。え？この戦いには私たちの存在が必要だった。ゼロの知能、スザクやカレンの戦闘力がなければ今頃知能をつけた気候で溢れ返っているだろう。でもあなたたちも元の世界でやらねばならないことが。私たちを待っている者たちの元に帰り着くためにあなたに力を貸す。私たちもわがままを通すということだ。だから気に病む必要はない。あなたは自分の世界に必要な戦いをしろ。まったく素直じゃないな二人とも。でも二人の言う通りです、ディアナ王女。ありがとう、みんな。ん？先に脱出したカレンから通信か。ゼロ、無事ですか？ああ、ディアの王女も C2、スザクも全員無事だ。よかった。あ、でもスザクは別にいいや。ひどいな。カレン、君には聞きたいことがたくさんある。そもそもグレンのパイロットが君だったなんて。合流地点の座標を送ります。やれやれ、騒がしいものだ。この間まで敵対していたんだ。そうそう和解できるものでもあるまい。そうなの？私から見ると似た者同士の友人のように見えるのだけど。面白いことを言う。そうかな。どうだかな。そうでしょうか。さて、そろそろ合流地点に向かおう。待たせるとカレンの奴がうるさい。そうだな。明日を迎えるために今はこの勝利を仲間たちと分かち合おう。